喋る量の大あの多い少ないで判断しちゃ絶対だった。そう。芸人は喋るからね。はい、芸人は喋らない。そう。いやだから芸人のくせに喋んないから。違う違う。この喋る量だけ判断しない。時間となりました。これより一切の話し合いや誘導を禁じます。各プレイヤー、追放したい人物を1名選んでください。選ばなきゃいけないからね。これなんだ。全然。朝の追放会議が終了。話し合いをもとに。プレイヤーは追放したい人物を手元のボタンで投票。一番多く票を集めた人物が追放される。全ての投票が終わりました。これより結果を発表します。まず山里さんが追放したい人物はこの方です。え、うん、おそれちょっとうち。なんでなんで。いやもうトンチンカンだと思う。次に中尾さんが追放したい人物はこの方です。市民だって。いや僕ねあんま自信がないんですけど、ちょっとこの、あのモニターを見る時間が人よりなんとなく長かったかなって気がしたんですよね。あちょっと本当ですか。続いて土田さん、浜谷さん、狩野さん3人を見てみましょう。えマジ、もう違うのに。なんで私下見てないですよ。すげえ。それでは残りの皆さんを一斉に見てみましょう。というわけで1日目の朝に追放されるのは山里さんに決定しました。絶対ダメ。早すぎないか。いや男子にも早いでしょ。